妙教寺は、京都府京都市伏見区にある北家、宗真門流の寺である。大丸山大教寺は、宝泉院飛行を解散とし、大阪の富豪であった、ホッ又左衛門榊世が改装。寛永年間に、当時の淀城主、松平貞綱が寺地を寄進し、地域を整備した。戸場、伏見の戦いで被災し、境内に戦死した幕兵の石踏みがある。 かつて名教寺には、住職により昭曼、少女郎と名付けられた、夫婦狐が住んでいた。ある時昭曼、少女郎は勝手に寺の買い物帳を持ち出して、麺を買い、小狐に着せたり床に敷いたりしていたが、住職に気づかれ寺を追い出されることとなった。狐たちはまっすぐ、鳥羽街道を剣へ登ったが、食うものもなく小連れの難儀さに、とうとう千本多いあたりで、昭曼は、 倒れてしまった。その地の貧乏な老夫婦に助けられた狐たちは、お礼にせんべいを作って売るように、老夫婦に勧めたところ、美味しさから飛ぶように売れ、老夫婦は出世しかね持ちとなった。この経緯が家に広まり、出世稲荷と名付けられた社が作られ、正万少女郎は稲荷のお使いとして崇められるようになった。その後、夫婦狐は、住職の夢枕に立ち、 昔の罪を浴びるとともに、今後は、寺の鎮守として寺を守ることを誓ったという。妙見堂の前に、妙教寺鎮守正万正女郎の塚が築かれている。ありがとうございます。